どうも皆さんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、速報ということでマリオットボンボイホテルプログラムにね、参加してなかったリッツカールトンリザーブっていうね、ホテルグループがですね、こちら4月の14日からですね、マリオットボンボイホテルプログラムにね、参加を発表いたしましたので、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで、このね、リッツ・カールトン・リザーブっていうのはですね、世界ね、5つしかね、ないホテルっていう風になっておりまして、日本の北海道のね、東山ニセコにもですね、1軒ね、こちらあるんですけども、まあ、それ以外にもですね、インドネシアのマンダパ、タイのプーレイペイ、メキシコのサンホゼデカルボ、プエルトリコのドラドビーチということで、まあ、こちらね、北海道を合わせて全部でね、5つのホテルがこのね、リッツ・カールトン・リザーブっていうホテルっていう風になってるんですよね。で、このリッツ・カールトン・リザーブっていうのはですね、公式サイトもね、あるっていう風になっておりまして、気になる方はね、概要欄に貼っておきますんで、こちらもね、ぜひチェックしていただければなと思うんですけども、このね、リッツ・カールトン・リザーブのね、ホテルっていうのは、マリオット・ボンボイ・ホテルプログラムにね、参加を表明してなかったんですよね。まあこれね、どういうことかというと、マリオット・ボンボイ・ホテルプログラムにね、参加しているホテルっていうのは、まあ私みたいにですね、マリオット・ボンボイのプラチナステータスを保有していれば、マリオット・ボンボイ・ホテルプログラムにね、参加しているホテル宿泊すると宿泊実績がついて、ステータスの特典が受けられて、ポイントがもらえて、またねポイントを集めたらですね、ポイントでね、宿泊することができますよね。で、参加してないとですね、こういったことがですね、一切利用することができないんですよね。ですので、マリオットボンボイホテルのね、公式サイトでは、この東山ニセコにあるね、リッツカールトンリザーブね、予約すること自体はね、できるわけなんですけども、まあ、宿泊実績もね、つきませんし、ポイントももらえないですし、またね、ポイントで予約するなんてね、そういったこともできなかったんですよね。まあこちらはですね、4月14日よりですね、マリオットボンボイのホテルプログラムにね、参加を表明したっていう風になりますんで、まあ今後はですね、ステータス特典も利用することができますし、宿泊実績、まあまたね、宿泊すればポイントももらえたりですね、またね、ポイント宿泊もね、今後はできるようになったっていった形になるんですよね。まあね、今回の発表はね、まあ簡単に言うと、まあマリオットボンボイホテルにですね、リッツカールトンが1個増えたみたいなね、まあそういった感じですかね。まあポイントでね、宿泊できたりですね、宿泊実績とかね、ポイントももらえるっていう風になりますんで、まあかなりね、嬉しい発表っていう風になりますよね。で、ポイント宿泊するときにですね、このリッツカールトンリザーブのね、ホテルは、まあ、何ポイントね、必要なのかっていう話なんですけども、このね、リッツ・カールトン・リザーブはですね、8万ポイントから24万ポイントのね、幅で利用することができるということで、まあ、24万ポイントってかなりすごいですよね。まあ、先日ね、カテゴリー別のシーズン制がね、配信になって、今現在ですね、変動制に、ね、なったわけなんですけども、24万ポイントっていうのは、他のホテルではね、ありえない数字っていう風になっているわけなんですけども、このね、リッツ・カールトンリザーブに関しては8万ポイントからね、24万ポイントね、幅で利用することができるっていった形になってるんですよね。ちょっと魂にね、私も北海道のね、東山ニセコビレッジね、検索してみたんですけども、私がね、検索した日はですね、8万ポイントということで、まあ最低ポイントでね、宿泊することができるわけなんですけども、今後はですね、こういった形でマリオットボンボイホテルポイントでもですね、宿泊することができるっていった形になるんですよね。まあこちらのホテルね、先日までね、このポイントで宿泊することね、一切できなかったわけなんですけども、4月の14日よりですね、こちら利用することができるっていった形になるんですよね。まあね、必要ポイント8万ポイントということで、まあね、一応24万ポイントの幅でね、設定されているっていう話ですので、まあ繁忙期はね、24万ポイントまでね、行くんですかね。まあ一応リッツ・カールトンっていう風に考えるとですね、必要ポイントがね、かなり増えても、まあ、不思議ではね、ないかなっていうふうに思うんですけども、まあ他のホテルでね、24万ポイントなんでね、今のところありえないっていうふうになりますんで、まあかなりね、高級志向なんですかね。で、世界でね、5つしかね、このリッツ・カールトン・リザーブのね、ホテルはないっていうふうになりますんで、他のね、4つのホテルも検索ね、してみたんですけども、マンダハ・リッツ・カールトン・リザーブは9万8000ポイント、ブレーベイ・リッツ・カールトン・リザーブが9万8000ポイント、こちらタイですね、一番最初に言ったのは、
はインドネシアですね。で、ドラドビーチ、リッツカールトンリザーブ、こちらはプエルトリコのね、リッツカールトンリザーブなんですけど、こちら21万9000ポイント。で、一番下のがね、ザ・ドゥーン・ザ・リッツカールトンリザーブということで、18万5000ポイントっていう風になりますんで、まあ、時期によってね、まあ本当に8万ポイントから24万ポイントの中でね、推移している感じなんですね。いや、かなりね、必要ポイントがね、多いので、まあこれね、今までね、こういったポイントっていうのは、マリオットモンモイではね、見受けられないポイント数だったので、こうやって見るとね、ちょっと衝撃ですよね。まあ、今後ね、2022年に関してはですね、まあ、先日ね、カテゴリー別のね、シーズン制がね、配信になりまして、ポイント変動制になりましたけども、まあ、今年はね、仮運用ということで、2023年からね、本格運用をね、控えておりますので、まあ、こういったのがね、結構見慣れてしまうのかもしれないですね。今後の話になりますけどね。またね、このホテル自体ですね、ぜひね、皆さんチェックしていただければなと思うんですけれども、非常にね、ゴージャスな感じで、本当にね、プライベートリゾートみたいなね、そんな感じのホテルっていう風になってますんで、これはね、ちょっとね、見るとね、かなり行きたくなるっていう形になりましたね。それでは次にですね、今回ね、マリオットボンボーホテルプログラムに参加したということで、ステータス特典がね、使えるようになるわけなんですけども、ステータス特典のね、詳細なんですけども、こういった形になっておりまして、まあ、メンバー、シルバー、ゴールド、プラチナ、チタン、アンバサダーっていう風になるわけなんですけども、まあね、リッツカールトンということで、残念ながらですね、朝食であったり、クラブラウンジとかね、こういったものは利用することができないっていう風になっておりまして、まあ上からね、読み上げていきますけども、コンピニテンタリーインルームインターネットアクセスということで、こちらインターネットアクセスですね。あとモバイルチェックインサービス。こちらは、ウルティメイトリザベーションギャランティーということで、こちらはあれですかね、予約保証のやつですかね。で、ボーナスポイントが、シルバーだったら 10%、ゴールド 25%、プラチナ 20%、50%、チタンが75%、アンバサダー75%っていう感じですね。で、ホテルウェルカムギフトポイントということで、プラチナ以上だと1000ポイントがね、獲得することができます。まあ、プラチナとね、チタンの差はね、ほとんど見受けられない感じですね。で、アンバサダーの人はね、アンバサダーサービス、あとは Your24 ですね。あと100ドル、150ドル分のリゾートクレジットがね、獲得することができるっていった形になりますんで、まあね、こういったた感じなんですね。このステータス特典にはですね、レイトチェックアウトとかね、朝食も書いておりませんので、まあ多分レイトチェックアウトもね、朝食も利用することができないっていう風になりますんで、ちょっとね、他のリッツカールトンともまたね、一味違う感じですかね。うん、アップグレードとかもね、記載がないので、もしかしたらね、アップグレードとかも利用することができないのかもしれないですね。ということで今回ですね、マリオットボンボーホテルプログラムにリッツカールトンリザーブがですね、参加を発表いたしましたので、速報ということで解説動画ね、作らせていただいたわけなんですけども、マリオットボンボーホテルがね、一つ増えたということで、まあ、選択肢がね、一つ増えますので、これはね、かなり嬉しい発表ですよね。まあこのリッツカールトンリザーブね、ニセコにあるこのリッツカールトンリザーブも開業した時にね、行きたいなっていう風に思ったんですけども、まあ、ステータス特典もね、使えないっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、様子見ようかなっていう風に思ってた矢先に、まあ、こういった形でですね、マリオットボンボープログラムにね、参加になったっていう風になりますんで、まあ、今後ね、ぜひ利用していきたいですよね。またね、2022年にですね、開業するんじゃないかと言われているブルガリホテル東京ですね。こちらもマリオットボンボーホテルプログラムにですね、こちら参加してないわけなんですけども、まあ、ブルガリホテルということで、値段もね、かなり高いと思いますので、まあ、こちらもね、できればね、マリオットボンボーホテルプログラムにね、参加してくれないかな、なんていう風に思ってるんですよね。まあ、本当にね、参加してないとですね、ポイントもつかないし、実績もつかないですしね、ステータス特典もね、ありませんので、まあ、できればね、ここら辺があるホテルにね、宿泊したいなっていう風に思いますので、まあ、ブルガリホテルね、できたら多分行くと思うんですけども、できればね、参加してほしいですよね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、プロ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。